日本でゼロトップやるんだったら、鎌田が前ゼロトップやった時に2列目ね、香川、宇佐美、乾っていう地獄みたいな、別に選手たちはいいんだよ、その入れ替わりの関係なんてなしだから。だから久保ゼロトップで、まあ、堂安、三笘はそんな飛び出すタイプじゃないけど、多分三笘の場合はどんどんそうなっていく可能性あるし、堂安と、あとはまあ 1.5 列目とか柴崎、あ、南を、あ、でもそうですね、久保で南の堂安とかにしたらめっちゃいいと思いますね、ゼロトップのやつ。それで突破力もあったらなおいいんですけどね、めっちゃ見たいけどな、まあ、みたいな感じで、ね、久保ゼロトップ。普通に大阪の代わりにはなんないけど、やっぱり中央でね、ゼロトップってさ、この間配信でも言ったけど、相手チームがさ、532とかこうしてるときにさ、っていうか、全部のフォワードがゼロトップなんですよ。5バックの時も、ここ行ったときにさ、ここにボール入ってるの見たことなくない？ルカクとかなら入るけど、基本的にこの間に顔を出して、その瞬間に前向く、横使って前向きの選手使うとか、ここにボール入ります、相手食いついたときにワンツーでこっちで出てくるとかじゃん。だからやっぱりここに顔を出すタイミングなんですよ、重要なのは。これ、久保めちゃくちゃうまいですからね。だから中央久保で起点作って、センターバックどこまでついていけばいいかわからない。じゃあもう久保潰すために1人、ね、出すようにしようって言ったら、空いてくるからそこに伊藤が飛び出すとか、まあ、いろんな人飛び出してっていうのできるから。見ないでしょ？だから、フォワードっていうふうに言っちゃうと結構前に張っちゃうんですけど、うちの選手でもそういうのあったんだけど、もうトップ下の感覚、両ボランチの間からどんどん顔を出せっていう。もうモラタなんかさ、ここで駆け引きしてさ、もう何千回オフサイドになってんすかってあるじゃん。でもモラタが活躍してるシーンって、ここで受けてのワンツーとか、ディフェンスラインと駆け引きしないといけないんですよ。技術はあるし。久保のゼロトップはぜひ見てみたいですね。